久保さん。今さっきですね、ちょっと動画また作ってまして、終わりました。も、ま、う、あ、これ撮ったら終わろうかなと思うんですけど。いやー、そっかくね。そっかくな ま、なんで、久保、久保哲郎の成功、成功の秘密とかにしましょうか。はい。まあ、久保さんは、すごく、昔も今も変わってないんですけど、あのー、やっていることが、すごくシンプルです。はい。底辺の人に売ると。まあ、言葉ちょっとね、適切ではないかもしれないですけど、底辺の人に売る。 ま、言葉をやらげると、初心者の人に売るってことです。まあ、どういうことかっていうと、あなたがね、1000円稼げていれば、1000円稼げてない初心者に売れるってことです。あなたが1000円稼ぐことができていれば、1000円稼げてない初心者の人に何か情報を発信することはできると。例えば、LINE アプリをインストールしたことがある人。 あなたが LINE アプリをインストールして LINE を使える。じゃああなたは何ができるのか。おじいちゃんおばあちゃんこれから LINE どうやって作るんだろう。LINE の操作の仕方がわからないっていう人に発信ができるんです。本屋行ってみてください。iPhone の使い方。有料で売られてますね。<laughs> ね。まあ、これはね。 ファイナルカットの使い方とかね、アドビプロ、アドビプロの使い方とかね、CC の使い方とかね、わかりますアドビを使ったことがある人は、ね、フォトショーを使ったことがある人は、ね、動画編集ソフトを使ったことがある人は、ね、その、これから始めようとする人に何か情報を発信できます。 じゃあ、もっと身近な事例で言いましょうか。あなたが今の会社で働いて1年働きました。新入社員の人が入ってきました。あなたはどんな情報を新入社員の人に流せるでしょうかどうですか <laughs> あなたはどんな情報を新入社員の子に言ってるんですか新人さんに言ってるんですかそれが情報発信ですよ。 わかりやすく言いましたけど。だから情報発信っていうのは誰でもできるんです。今あなたができることは世の中にはできない人もいるってことです。今あなたができることは、全員が世の中でできるわけではないと。どうでしょうか。あなたが車の運転、えー、バックが上手かったとします。車庫入れが上手かったとします。じゃあ車庫入れが下手な人に、 情報を発信できますどうやったら車庫入れがね、うまくできるのか。昔ですね、あの、トラック運転手が教える、あの車庫入れ上達方法みたいなね、商材が売られてたんですけど、1万円ぐらいで <laughs>。そう。どうですかね。あと、あの、ヤフオク、昔の情報商材、ヤフオクであったんですけど、燃費を良くする方法みたいなね。 車の燃費を良くする方法。なんかガソリン満タンに入れるな、みたいなね。<laughs> ありましたね。<laughs> ガソリン満タンに入れると重くなるから燃費悪くなると。か半分以下にしろ、みたいなね。<laughs> それかーいみたいなね。<laughs> まあ、いろいろあるわけです。うん。なんで、まあ、情報の、あの、誰でも情報を発信できるし、誰でも有料の商品を扱います。だから結局、 見れてないだけです。単純に。見れてないだけです。久保さんは見れてたんです。あこれ自己アフリエイト教えられるじゃんって見えてたんです。えこれで億万長者になれるやんって見えてたんです。なぜならば、これ知らない人世の中にたくさんいるはずやんって見れてたからです。でもあなたは見れないんです。なんで見れないかっていうと、いや、そう、こんな方法教えてもみたいなね。<laughs> 見れてないんです。わ <laughs> かります <laughs> だ僕の前はあのお客さんでそのなんだスマホの講習で月20万ぐらい稼いでた人いるんですけど町の,の,のね町の掲示板町の村長さんとか町長さんと仲良くなってあのなんかあのスマホの講習会やるっていうね で、8000円みたいな。で、町長さんと仲良くなると、町長さんが一声かけると集客できるじゃないですか。でな、あと街中の掲示板みんな見るので、おじいちゃんおばあちゃん。<laughs> そこにポスター貼るっていうね。東京から若いやつが来るみたいなね。教えますみたいな。で、町長さんもね、言ってくれるっていう。まあ来ますよね、集客。<laughs> ね、一回8000円ね。講習会。スマホの講習会。 で20万ぐらい稼い稼たっていう、ね、どうですかねスマホの講習会でも稼げるんですよ。だってパソコン教室もそうじゃないですか。じゃあ電源ボタン入れましょうみたいな。スタートボタンはそこです。本当の初心者の人を教えてるパソコン教室ってそんな感じじゃないですか。じゃあマウスは右クリックっていうのは、あの右クリックするとこんなの出てきますと。じゃあこれはどういう意味なのかみたいなね。もうそっからですよ。 どうですかじゃあマウスポインターを動かしてみましょうみたいなね <laughs> じゃああのー、コピーペースやってみましょうとじゃあ今度こマウスでねコピーペースできるようになったら今度ショートカットキーっていうのが実はあって便利なんですみたいなえ先生何ですかそれさあコントロールを押しながら C, C をやってみてくださいみたいなでさ V をやるんですあ先生貼り付けられました 素晴らしい。できましたね。今まではマウスでやっていたけど、なんとそれがキーボードのコントロール CV でパパンと3秒でできてしまうと。先生、こんな方法あるんですね。すごいです。すごいでしょと。<laughs> どうですか笑い事じゃないですよ。これでも価値提供できますよ。知らない人にとっては。誰に教えるのか、誰に情報を流すのか、川上から川島へ流すと。 これが鉄則ですね。世の中に売られている本、ほぼ9割,9割ぐらいが初心者に向けた本です。わかります、はい、だあなたの、うん、まあ、あとはあな,たができあなたができること、当たり前にできることは、世の中で誰か当たり前にできない人がいると。OK ですかこれを知ってるか知らないか。久保さんは、 見見つけられた見えたえ知ったあこれ教えればいいんじゃない自己アフリエト1億だみたいなね。知って見えたんですよ。あなたは知っても見えないかもしれないですね。い <laughs> ってらっしゃい。